くてもです。今回は今評価が上がってきてるロブレッジ使っていこうかなと思います。まあ、評価がね上がってきてるというより、まあ、シャンクスが下がってきたことによって、シャンクスがいない前の環境はルッチ最強でしたんだね。まあ、ルッチがまた強くなってきてるということで、まあ、ドギブロに関しても、まあ、そこそこ枯れるしね、まあ、その防御無視があったりと、それは ブロギーにねこうやって刺さったりしたりで、あと機動力もあるんでね、ゲッターとして優秀だったり、まあ、本当にきついところといえば、まあ、シャンクスもしくは敵無視ダッシュがなかったことぐらいで、まあ、それ以外はね結構パーフェクトな、キャラなんですよね。まあ、ミニマップに映んない超ベースはねルッチだけだし、で割合ダメージ7割もね相当強力なんでね、今回、覚醒した、評価が上がってきたルッチ使っていこうかなと思います。レッツラッコ。はい、ということで1戦目やっていくんですけど、今回やっていくのは覚醒ルッチということでね、まあ、このキャラすごいね今評価が上がってきてるんですよ。まあ、やっぱりシャンクスがいなかったら最強ということでやっていくんですけど、今回は得意キャラがそんないないということで、これミスってロコーガン決めて、はいはい2人に当たっていく。いやーちょっとミスったか、回復の入っちゃってんな。さあこれはでもシャンクスいける圏内ではあるけど、さあ無敵スキル使って OK、 それ使ったら OK、 はいはいはい頑張ってるよ。であれはもう1位になってんのかな。まあちょっとこれはこっちに行きますか、どんどん取っちゃって、いやーミドルジャーそこかぶさり当たんないから多分大丈夫 でこれ1、2からの OK、 はいこれ1からの OK、 1、2からの OK、 いいだ OKOKOK、 かぶさりじゃなかったらいいよ。でこれどうしよっか、シャンクスこれ多分食ってくる、でこれ1からの OK、 これシュガー打っちゃって、今ダウンしてたって嘘でしょ、今のなんでちょっと最悪なんだけど、これは痛い OK、 一旦ロコーガン決めての、 OK、 いや OKOK、 でブーストくるんで、まあ、若干回復するとで、さあいうことで1、2からの OK、 タゲむずい1、はい OK、 1OK、 しっかり勝っていくと、まあ、やっぱり基本性能はマジで強いよね。さあロジャーあっち行ってくれてるんですけど、どうしよっか、これ主眼でキドロの方を攻めるか、キドロの方タゲ取れない、さあ OK、キドロの方タゲ取って OK、 はい打っていく、で一旦これははい1からの OK、 これ1からの OK、 ロコが合わせ OK、 やっぱ強っ、ゴトリナイスということで2戦目やっていくんですけど、いやーやっぱルッチいいよな、普通に強い。まあやっぱ機動力もあってミニマップに移んなかったり、まあいいゲッター性能してるよね。まあ、シャックスは本当に結構アタッカーって感じがするし、まあそこはね、いろいろあるんですけど、まあルッチはルッチで別のね、いいところがあると。まあ、ルッチがきついって言ってもやっぱ状態異常で回復とかする系かな、まあ、回復能とかもあるわけじゃないし、さこれこれは無駄回避しないで、ナイスゲッターのやつで、あそこちょっと任せて、いやーキングパンチ倒しとくか、キングパンチちょっと倒しとこう、オッケー一回打っちゃって、まあ、めんどくさいんだねこのキャラで、これセライも倒しながらオッケー、はい倒していく、でこれはジャスして、はいオッケーいいよ、なんでその後ジャス回避され返したんだ、意味がからその後隙は、後隙が全くなかったな。さあこれは1、2からのそろそろキング来るんで、さあこれダウンしよう、オッケーナイスだね、あえてここはジャス回しないと、でこれは1からの、まあ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 大丈夫でしょ、これ回避から入ってオッケー、1、2からのオッケー、ロコガンそっちかい、おーダブル KO 熱、これはナイスダブル KO、 これちょっとロジャーに握ってもらおうかなと思ったけど、まあこっち来ないんで、まあちょっとこっち取って敵に陣行くっていうのもありだよね。さあキングパンチ来た、さあこれ取り切っちゃおうか、せっかくね、これはブーストも来るんで、はい取り切っちゃって、さあこれは1からの OK、 これは終盤決めていく、まあ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 それはしょうがない、でセライム来てくれた、でこれは、ロコが打っておく、しっかり KO ナイスで取り返してもらって、はい 1OK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 、 これは大丈夫でしょう、あー取り切れないか、ということでこれジャスしてバカ肉は俺飲んだ、 OK で何当たった今、さあロジャーのなんか当たったか、さあこれロジャーに対してタゲミスったわ、完全にタゲミスったか、ということでこれどうしよっかな、これキング1からの OK、 バカ肉パワーが火力高い、まあシャンクスにはあんまかかんないでおこうかなと思ったんですけど、これどうしよっか、これ2人でいく、いやこれ六甲岩で一旦吹っ飛ばしとか、一旦吹っ飛ばしナイス KO、 今なんか2回攻撃食らってなかった、もしかして、さあ OK 一旦通っちゃって、さあこれ割合当てちゃうか、一旦割合吹っ飛ばしをロジャーに当てていきたい、でこれ多分無敵スキルさっきから即使いしてくるんで、ちょっと時間蹴って、いやこれ一旦逃げよう、一旦逃げて、これブースト中なんで、さすがにねこれでみんなやられたら怖いんで、からのこれは OK ジャスしての OK、 1、2の決算で、はい OK 味方任せ、ナイス、大丈夫だよね、 OKOK、 いやーやっぱセラインも強えな、こうやって見ると。さあここどうしよっか、さあこれは回避したと終盤決めていく、立ちバグ
えぐい、その移動しながら立ち爆するやつ。まあ、任せよ、もういいや。一旦任せて、いやこれお宝エリア入ってから打ちたかったけど、まあしょうがない。でこれは、はい、1、はい、2、オッケー、3、ナイス KO。 OK、ここを溜め切って勝ちかな。まあ、セライム後ろ頑張ってくれてるんで、うーん、まあキングでしょ、ロジャーでしょ、多分大丈夫。でこれジャスしといての、はい、でここは6号ガン決めといて、ナイス KO からのシュガーあざした。いいね、ルッチ。ということで3戦目やっていくんですけど、いやーやっぱりシャンクス明らか減ってるもんね。まあでもシャンクス行ったらだいぶ厳しいってところは若干あるんだけど、まあそれでもやっぱりね普通に強いかなとやっぱルッチ思いますと。まあ今後シャンクス対策ね、まあドリーブロギーみたいにこうやって増えていけば、まあちょっとねシャンクスきつくなるんじゃないでしょうかということで、これははい、そこ大丈夫、カムサリそこ当たんない、オッケー。まあ一旦譲る結果になっちゃうけど、しょうがない、これはうんしょうがない、オッケー。とりあえずここ取りそうなんで取っちゃって、ここはこっち行っちゃって、乱脚決めて、さあ戻ってこれないか、焦れへん、戻ってこい、戻ってこい、1、2のオッケー、3とかやっとくから、戻る気配ないですね。ということで違うとこ行きますか。いやそれかここ守るか、一旦ジャスト、絶対ジャスト回避、今日は絶対ジャスト回避なんだけど今の、ちょっと待ってくれよ。さあこれはとりあえず六号ガン、あなるほど、はい、これはうまいけど、さあでも回避使っちゃったから一旦主眼決めといて、さあこれで次六号ガン結構入っちゃうけど、これは割合、はい割合よ、これ割合よ、オッケー。これなんなら KO、 はい射程圏内、オッケー、ナイス、爪痕のおかげで、はいはい、オッケー。さあとりあえずこれはまずいけど、ジャス、なんでやねん、なんでそこジャス、さっきからなんない、ノー、誰にやってんな、ちょっと待って、誰に投げかかって、びっくりなんだけど、なんで手前の攻撃に通常攻撃当たったのにスキル急に奥の青シャンクスになんの、ちょっと待って、それはちょっとびっくりですわ。ということでこれどうしよっか、まあ普通にルッチでいっか、ちょっとシャンクス多いから、まあシャンクスこのパーティーブルーノも言うて結構ワンパンされるからな、ちょっとそこはめんどくさいんで、ちょっとシャンクスはシャンクスに任せますか。さああそこ一回頼んで、さあオッケー、これはジャスしといて、オッケー、やっとジャスだわ。さあとりあえずこれ6号ガン合わせて、さあこれは1、2のオッケー、これは主眼決めとくか。さあ一旦当てときのオッケー、爪痕少しでも入れといて、さあオッケー、爪痕入ってる、はい、爪痕の火力マジでおかしいよな。さあこれはお前かい、さあこれはあちょお前ジャスして、オッケー、1、2のオッケー、3で、いや待って待って、それは大丈夫、それは大丈夫よ、それは大丈夫だけど、さあこれはオッケー、何避けたか、それはうまいけど、いてーカムサリ食らいたくないのに食らっちゃったな。さあこれ今回避してなかった、ちょっと追っかけたいけど、お前邪魔、マジで邪魔、本当に邪魔。1、2からの、いやこれどうしよう、でも他が頑張ってくれてるね、ここ2人いたから。ということでシャンクスはちょっとだるいんで、まあ一旦離れつつ、いった、危なすぎ、それは危なすぎだけど、これどうしよっか。さあこれ6号ガン主眼決めて、しっかり KO、 でかすぎからの OK で、いやこれあっち行くか、これあっち行って、でここ取れ、あぶれ、オッケーオッケー、マップ的にねちょっと今狙わせたんで早く撃ってよかったわ、ちょっと距離足りてないけどね。さあここは取り切れる、オッケー、ナイス。さあ誰か来てるけど、青シャンね、まあ青シャンだったら大丈夫かな。さあこれは1からの6号ガン決めていく、オッケー、あざした。はい、ということで4戦目やっていくんですけど、まあやっぱルッチ強いよね、いや本当になんかバランス取れてるっていうか、まあ、確かに厳しいところもあるかもしんないけどみたいな、そこらありますよね。さあとりあえずここ任せて、さああそこ3人いってるから、あっち取れるから、さあこれは取り際を狙ってたんですけどちょっと早かったわ。さあこれ一旦アタッカーモードになっちゃうか。さあこれはジャスして、オッケー、これはジャス一旦打ってみよう、一旦踏みつけ警戒からの、いややっぱよろけちゃって吹っ飛ぶのよちょっときついよね。さあこれは踏みつけを、オッケー、回避しての、オッケーデカキャラやっぱ面白いな、あのシールドのさ時あれ回避に見えないからさ、回避読みがちょっと遅れちゃうんだよね、あれこれ回避だよねって、その一瞬のそのためらいが確実にある。さあ痛いけどって大丈夫、1、2の計算でどっか消えたけど、これはお宝エリア外からの6号ガンかな。さあこれジャブラ来るんで、これちょっと警戒しといて、オッケー、しっかり、待たれたけど、まあまあまあ大丈夫かな。さあこれはなんかレベル低いジャブラだな、まあ、オッケー。さあとりあえず取っちゃいますか、ここ取り切れるんで、でもダメージ減少無視の、スキル怖、あ待ってこれ怖、大丈夫、これブーストだけど大丈夫だ、あっぶねー、今チャージマックスまで打たれてたら落ちたわ。さあオッケー、とりあえずこれは踏みつけは怖いんで、これはオッケー、なるほど、いやそれ早っ、後隙ないの、なるほどね、でかキャラちょっとおもろいなそれ。さあこれはあははは、そうなる、なるほどね、ちょっと分かってきたわ、いて
誰？シャンクス？もう見えないわ、ロジャーかい。いやちょっとおもろいわ。なるほど、デカキャラ相手ってこんな感じなんだ。ちょっと確かに若干やりづらさはある。スキルとか見づらいしな、なんかちょっと慣れないとね、下からの光景。だからデカキャラ対デカキャラ結構やってんだけど、ちっちゃいキャラ対その、まあ、普通のキャラ対ね、デカキャラがちょっとね、慣れてないということで、ちょっと下手くそだね。さ、とりあえずこれはルビーが守りに来てんのか。これ主眼打っちゃうか。これ2人入って、オッケー、2人入ればオッケーと。オッケーオッケー、デカすぎ。これワンチャン5取りかで、ロジャー切った。いやロジャーがいるからな、ちょっとロジャーは握った瞬間か。オッケー、かここ打っといて、一旦吹き飛ばしといて、さあデカキャラまた来た。ハハハハ、チャージしてる。いや分かんない、範囲がまだ。さあここはナイス戻り、やだした。